さあ、前回使っていたね、こちらノーブルズライフ、まあ、こういったね砦を作れるようにするモッドで、まあ、攻城戦防衛戦ができると。でさらにねキャラクターの操作もできるんで、まあ、超強力なね首都を作って大軍勢作り上げたんで、これ戦いをまずさせた上で、こう前線のね砦にこもって、この首都の軍が守備するというのを見ていこうかなというところで、まあ、操作してるんでね、敵がこっちに攻めてくる。で、この操作キャラで守ると。まあ、こいつが攻めない分、まあ間違いなくね、勝てはしないと思うんで、国力は上ですけどね。で、来たね来たね。砦にこもります。体力バカみたいに上げてあるんでね。撃ち取られることはないだろうと。さあどうかな、まだ来てないか。さあ基本的にこのモッドだとね、軍団は防衛してる側だと砦にこもるんで、こうしなくて見れるんですけど、まあ、こうすればね超大軍がとどまってくれると。まあまだ敵来てないしね。さあ目の前に3軍がいるけど、引いちゃおうかな。どうしよう。右のドワーフ軍団も参戦させて劣勢にした方が防衛はしやすそうだよね。五分五分だとなかなかね、攻めちゃってるまであるか。じゃあ入れよう。さあ状況は最悪、まあ、互角なねこのパワーバランスで2対1になってくると。さあ我が軍は移動するぞ。オーク軍も攻めてくると思うけど、まあ、手薄なねノアフ軍の方がこっちからね攻めてくるだろうと。さあついてこい、進め進め。このまま東の砦に移動して防衛開始しよう。さあ北でオークとエルフ軍が戦闘中、人間か、人間軍が戦闘中と。エルフだけいないですね。さあちょっと軍を待とう。さあかかれかかれ。ちょっとここ指揮官としてね、あまり前線に上がらずに。さあ砦を解放するぞ。入場。さあまずは確保に成功。で北が戦い終わってはないですけど、まあこっち側ね、ドワフ軍がほら3軍団攻めてきてるんで、籠城戦。味方軍団か、あれは自分の手持ちの兵なのかな。さあ操作してるんでね、自分を中心にしてる分ちょっとこの辺の戦い見づらいですね。かといって外しちゃうとね、ちょっと多分引いちゃうかな、進むか引いちゃうかするんで、もうこの辺をズームするしかないですね。いや負けても大丈夫、取れてない大軍がこもっている。さあ続々と来い。籠城のために連れてきたんでね、籠城させてくれ。さあ来ました、間抜けな軍勢が。矢を放て。なんか食らってるんだ。
で、ここにいるんで、隊長でずっとね、操作してるんで、変わってないですよね。うん、変わってないんでね。だから、ぶてげられても、続々と援軍が、ね、やってくるはずと。でも、首都が危ないかな。あ、ちょっと上抜かれてってますね。さあ、耐えてるぞ。全然。この2勢力相手に。この砦がね、かなり堅牢で破壊もできるみたいですけど、パラメータ見た感じね、壊すのは無理そうなんで、ここに軍でもってこもれればね、面白いと。これかなりね、開けたマップなんですけど、例えばもう、こう山あいになってて、ここだけ、ちょっと作ってみようかな。このね、この辺がこう山ですと。こうなってくると、ざっくりですけど、ここら辺しかないから、ここもこう山ですと。絶対ここに来るんで、よりね、守りやすくなるはずだと、ちょっと移動するか。音もいないですけどね。ただ旗はついてるね。正式な人の軍であるぞ。入場。さあ、ドワーフ軍が援軍はまだか、援軍は耐えてる耐えてるよ。そこで多分一応ここを目指してくると思うんでね、両軍が。これ今回の趣旨にかなり合うんじゃないかな。砦っていうところが、防衛する場所をちゃんとね、止めてくれるんで、このモッドのこのね、拠点がいいなと。で、操作もね、このモッドに含まれてるから、このキャラ無敵に近寄る強くしてるんですけど、これね、リーダー選んで、前線でね、維持して、援軍来たいと。でも無視する軍勢もいいのかな、ね、大方ここ来てくれてますけど。痛いよ。ずっとボコボコにされてる。ここまでか。援軍はまだか、援軍は。来たか、援軍。多勢に無勢だね。砦を死守しろ、取り返せ。そう、ここまでか。体力は分かんないけど、さすがに死ぬんじゃないか。死んだ。さあ、続々とね、こもってる砦が、まあ、矢とか届くからね、で、ちゃんとここから入れるんで、じわじわと攻略をされていってます。まあ、ちゃんとこう砦を攻略してるって感じがいいよね。さあ、ここにしましょうか。平和な時代に戻りましょう。押せないですけど。よし。さあ、今回はね、まあ、前回もね、同じモッド使ってましたけども、まあ、これ、もうだいぶ増えてますけどね。まあ、この首都の大軍、まあ、首都に大軍がね、できるように発展させて、で、そこからね、前線、まあ、あんま軍がいないとこを守っていくというところでね、楽しい籠城戦ができるんじゃないかなと、ちょっと遊んでいきましたね。